どうも、 나눠주세요. 으으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 
さあ今日のゲストです。はい、紹介してください、おじさん。はい、本日のゲストハンバーグ師匠でーす。忘れちまったか。俺だよ俺、ハンバーグだよ、ハンバーグ。いい声だな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。焼き上げていきましょう。師匠、本当にハンバーグ好きなんですか？大好物。俺前で会ったら絶対来たかったんですけど、師匠が選ぶハンバーグベスト3はどこなんですか？まだね、順位がつけちゃう。もう師匠がやっちゃうと、はい、もう終わっちゃう。もう最後の最後まで残してるんですね、これは。やっぱいろんなことに聞かれるでしょ。言っちゃったらもう誰も口出しできなくなるから。最後の取りで順位をつけないんだ。そう、つけられないというか、つけない、まあ、あれは行ったことあるんですか、静岡の爽やかとかは。爽やか、はい、ありますよ。爽やか、もちろんもちろんありますよ。あ、だからまあ実は師匠といえばやっぱり、はいはいはい、もう芸能界ナンバーワンの、うん、中日ドラゴンズファンでございまして、もうそうね、ドラゴンズは好きなのよ、はい、うん、このハンバーグ師匠っていうので、はい、いろいろね、あの愛知県の方でね、はい、師匠の仕事があったのよ。はい、丸々師匠っていう、ね、そう、もうハンバーグはね、残しじゃないの。師匠師匠逆でしょ。ハンバーグは残してでしょ。そうでしょ。俺もどこかおかしいなと思ったら、師匠が一人歩きしちゃって、ツーリング師匠っていう愛知県の仕事よ。愛知県の県庁から名古屋の街わーっとパレードするの、うん、なんでかっていうと、愛知県のバイクの事故率がワーストワンだ。そうなんだよね、はいはいはい、でなるほど。そうで、俺のあのピンクのね、ピンクだの、ハレーのもう、もうクソダサいハレーだって。そう、言わない方がいいよ。え、福岡の。あ、そうだ、そう、知らないんだ。そうだ。あ、大内さん、そろそろ謹慎だよ。いや、ほんとだ。やべ、今すげえ一気に汗かいた。一体そうだ、みんな謹慎になっちゃう。で、宮迫さん、徳井君、渡部さん全員偉いことになってね。あれを、あれをダサい、そうだ、ダサいって言っちゃダメだ。で、あとね、矢作さんと、うん、ヒロミさんと、はい、ジュニアさん、はい、が今謹慎待ちしてんの。いやいやいや、なんでね。ダサいって言ったけど、まだ、まだ、まだ打率で言ったら5割なんだね、まだ。まだ半分なんだ。大内さん今言ったから、大至急謹慎してもらって。いやいやいや、なんで俺が謹慎の打率を上げなきゃいけないの、俺が。そうか、あ、そのそのバイクで、ツーリング師匠。そう、それで、そう、県庁から名古屋の街をパレードするんだけど、はい、あのバイクが先頭に走って。これそう、これ先頭よ。で、その後ろに白バイが走って。追跡じゃん。パレードじゃない、パレードじゃない、パレードじゃない。で、その後ろにハーレー何百台。へー、それはツーリング師匠って教えるめちゃめちゃ良かったですね。名古屋ドームも師匠で出てましたね。名古屋ドームは乾杯師匠。ビールをね、皆さん飲みましょうっていう。ビールがね、ワンコインデーの日があるんですよ、はいはいはい、500円でもね、はいはい、その時に3回と7回に乾杯師匠が出てきて、グラウンドで双方のファンと一緒に乾杯するんですよ。またその日すごい記録的なビールの売り上げだったんですよ。で、またお願いしますね、来シーズンもって言ってる間に、まあ、コロナになっちゃったから。なるほど。あの、今年も、まあ、去年も、まあ、多分ないんだろうけども、今年もないから。まあまあ、でもドラゴンズには、まあ、なんかあると出てくる人ですよね。うん、まあ、そうか。俺らもだから、この動画の中で、今こそドラゴンズ見た、見た。はい、やらせていただいて。ありがとうございます。いや、あれもありがとうございます。急なに変わって、もはやその立場ですよ。もう、どんどんやってください。違わない、どんどんやってください。言いますよね。球団関係者、言いません。全然全然、どんどんやってください。何でも、もう悪い面でも、いい面でも、どんどんやってください。球団の人は。いや、それやって、結構反響あった。あ、そうだ、すごい。やっぱそれはやっぱ、オサにね、はい、話を聞かなきゃってことになりましたから。ありがとうございます。ドラゴンズ師匠ですよ、僕らにとってみたら、うんうん、今日は特に僕は、まだそこまで中日に対しての愛情がまだないんで、うん、で、そうなんですよ。前の動画でなんかドラゴンズに興味、いやいや、だから興味は出てきてますけど、徐々に徐々に。大内さんはさ、あなたいつまで上っつるやん。
いやだから上っ面も上っ面も権限だな。そうなんですよ。あの僕らやってよくジャニーズのねグループの動画とかよく見てもらえるんで、この YouTube の中でもやるんですよ。でもめっちゃいいねって言うんですけど、その後聞いたって話を一回も聞いたことないですよ。どんどん言ってください。それどんどんやる。それはどうせ。いやだからその中日のいいところを含めて悪いところ。ちょっとだから師匠の歴史をまず聞いてみようよ。そうそう、何からハマったとかさ。これはね、まあそもそも俺そんなに昔言うほどドラゴンズって言ってないのよ。確かにイメージなかった。そうでしょ、芸人になってから。芸人になってからじゃないけど、まあ愛知県出身、はい、で中日新聞家が、うん、で喫茶店行くと中日スポーツが、はい、で地元のソフトボールチームに入ってたの、子供会の、うん、野球チームがなかったから、はい、そして名古屋球場のチケットもらえるのよ。あの時はだから名古屋駅から近かった、あの名古屋球場ね。そうで中日新聞撮ってる家には漏れなくなんかくれてた。はい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 。でそれで小さい頃なんかみんなで見に行ったりとか、うんうん、行って、それがまだあの角さんがいる時とか、はいはいはい、近藤監督がだから80年代だ。そう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 、80年代の時の中日ドラゴンズぐらいの時の中日ドラゴンズに行ってて、うんうん、それでなんならもうマグニチュードの時代は、そう、もともとコンビ名がマグニチュードだったんです。相方のヒロキっていうの、はいはい、ヒロキさん、はい、ヒロキがすっごいドラゴンズが好きで、はぁ、でネタ合わせ中に見たりとか、そんなぐらいだったのよ、うん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 、で仕事で何度かキャンプに取材に行ったりとか、あ、はいはいはい、それぐらいのもんだったのよ、うんうんうん、で最初にキャンプに取材が行ったのが小田さんがジャイアンツからドラゴンズ、あ、あの時だ、何年ぐらいですか、それは。だから2000だから6、7、8とかそんなもんだよね、うん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 、それがあって、で名古屋でドデスカっていうレギュラーが始まって、はい、でスポーツコーナーを任せてもらうことになって、はい、でどこファンですかって、いやそれはドラゴンズですよみたいな話になるじゃない、うん、でそっからやっぱり選手と交流したりとかすると、それで熱がやっぱあんま再燃したっていう感じだよね。あ、ビジネスのドラゴンズが根っこのドラゴンズを掘り起こす。そんなことあるんだね。 あるんだな、こんなことは。だってジュンさんが東京に来た時に、まあまあ軽く会話するじゃん。あ、師匠が。師匠が。師匠が。これはもうね、ありがとう。どっちでもいいよ。いいですか、これはもう。まあまあ、俺はジュンさんって言ってるからね。師匠が東京に来た時に、やっぱちょっとこう絡んだりする、うん。はいはいはい。覚えてんだよね、その時に、ポロッと。俺がね、ちょうどドラゴンズかなんか好きになって、来始めた時、うん。はいはいはい。落合さんの時だっけ。そう。落合1年目。落合さんの時だよね。でそのちょっと前ぐらいの時に俺ジュンさんと喋って、ジュンさんが、いや東京来てとにかくドラゴンズの情報の少なさに衝撃を受けたって言って、そんなさ、もう本当に地方丸出しの発言だけど、その中日スポーツとか中日新聞しかない時に生まれてるから、はい、その街にいるじゃん、はい、でよそのスポーツ紙を見るとさ、最初ちょっとハテナが出てくるこんなものが売れんのかな。ドラゴンズのとこ、ドラゴンズはこんなに書いてないのに売れんの大丈夫かだから本当小さい子の発想だよねそうですそう、あまりに情報がない、ニュースでも全くない。ドラゴンズのことなんて書いてないんだよでこっちはさ、中スポで育ってるからさ、はい、中スポはもう下手したら4面まで中日中日でしょ、負けても4面までいくないいよ、2面でいいよ。例えば世界大会で何か優勝事が起こっても裏1面は取ろうなんでだよそれが中日スポすげえなやんか、もしくは F1 ですかウォータースポーツ強いね、ウォータースポーツ強い俺でもそれ大谷さんに喋ったの覚えてるかもしれない、はい、あまりにもドラゴンズの情報がないんだなっていうのにちょっと衝撃を受けてた、うん、はい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 。でそれでドラゴンズの情報を求めに行くようになったんだよね。そうかそうか、だからだんだんと自分は実はドラゴンズで育ったっていうのを意識し始めたんだ。もう根っこのね、うん、幹もどん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 生えて始めて。じゃあ熱狂的にファンだったの2008あの編集編ってこと。でも高木監督1年目に、うん、その名古屋の番組が始まって2012年だ。そうでもまあそっからだよね。逆にだからちょっと暗黒期じゃないけど弱くなった、弱くなったドラゴンズの。あ、そうなんだ。そうそう、それまではさ、その試合結果とかはもちろん気にしてるよでも結果をしか見てないわけ、はい、で誰がホームラン打ってるとか、はい、そういうぐらいなのよ、うん、でもそれぐらいから投手を読み出すから、はい、本当にその暗黒時代だから負けて
る間ずっと応援してる人ですもんね。俺が知ってるのはうっすら聞いてたのよ。俺がチェックうっすらしてた時は上昇軍団おいおいおい、でスポーツコーナー担当したら暗黒期話違うじゃねえかと。もうおかしいなってなってんの。だってその1年目の2012年だけ、まあ、前の年の財産があるんで2位かなんかなんですよ、うん、でそっからずっと B クラスだったんですよ、うん、で去年が8年ぶりの A クラス8年ずっと B クラス自体が支えた男ですよ。いや俺はさ割とネガティブキャンペーンをしないのよ。はいはい、うん、俺とにかく前向きなことを言う。そうですね、はい、いやそれはもう見習うとこです我々の。そういうファンでありたいし、はい、そういう姿勢でいきたいんだけど、はい、実は心の奥底でどうやってモチベーション保てるの。悶々としながらでも顔は笑顔で大丈夫ですよって言わなきゃいけないし、僕は逆に、はい、さっき2012年でファンを離れるんですよ、うん、もうあまりにその落合解任がもう許せなくて。そっか、大谷さんは落合一個分の。そうなんだ。だって自分運命みたいなもんですから、自分がファンになった瞬間に監督になって、うん、いわゆるさっき言った序章軍団を見てるんですよ俺。そっか、強い、そしてうまい、もうどっから見ても普通の野球みたいなのやってくれて、はいはいはい、勝ってるの見てるから、これを手放すなんて。また手放し方がちょっとシーズン途中でね、解任とかなっちゃって。はいはいはい、それもシーズン途中の解任ってあんのよ割と。ちょっともうだから要は結果が出てないのにもうクビですっていう。その高木さんが辞める一期の時も途中で解任になるみたいのがあって、はい、でそれで選手が奮起して、うん、で勝つのよ、うん、で星野監督になりかけるんだけど星野さんが結構断るっていう。ああそういう昔のね、80年代とかね。ああなるほど。どの球団でもある。まあ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 そういうことですよね。ただあまりにドラマ、まあ、要するにそれで中日で優勝したんですよ、落合、はいはいはい、さん解任って言ってったら奇跡の大逆転優勝しちゃう。だからもう気持ちが熱くなっちゃう。なるほど。でもう泣くんだよね落合さんがね最後、うん、あんなずっとポーカーフェイスの落合さんが、もうそれがもうまたたまんないわけ。あなんかなんかその辺はなんか俺、うん、見た覚えあんな。落合さんもすっごい思い出深いのがあって、うん、スピードワゴンで中日ドラゴンズが優勝した時に、はい、パレードでさ、はい、名古屋駅の酒屋バーッとパレードするのね、うん、出先のレポーターをやってたの。いいなぁ、うん、で、名古屋の各局がそれを中継してんのよ、うんうん、で最後セントラル広場っていうところの大きいところで、うん、監督さんとか、オーナーとか、愛知県知事とかわーって並んでるわけよ、うん、でアナウンサーが言って一言みんな喋るんだけど、オーナーが出てきた時にも芸人だからよかれと思ってさ、ファンの皆さんこの人がいるからドラゴンズあるんですよ、よっオーナーやっちゃえとかいろいろ言ってたんだけど、ガヤでね、そうガヤでさ。そしたら落合さんが俺の方パッと見てシッってやったのよ。これが各局中継してたわバン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 シッてシッシッてやってる相手は誰だってなってスッてそれまでいやっ俺は知らん、分かってなくて、で CBC の中継があったらその後戻ったら増岡さんがスタジオにいたのよ、はい、で増岡さんとエレベーターで一緒になった時に、なんか中継先で落合さんが誰かにシッてやってたけど、あれ誰か分かるって言ったら、それ多分俺ですそこだけが抜かれてたから。そう、うわー、それがうわー申し訳ないことしたなと思ってたんだけど、象徴的だよね落合さんの死ってすごいやっぱ気になるんだね。なんかね、みんなが野球ファンは、うんうんうん、でホリプロのホームページがずっと荒れちゃってさ、ちょっとそうおい、うせえよってもう空気の読めない芸人二度と来なってえ、ドラゴンズの好きな気持ち俺一方通行になりそうやばいやばいやばい両方のつもりだったからね、それでなんで来てるし仕事も面白い、よかれと思ったことが芸人としてはね、まあ、そうですよね、だって盛り上げようとして影響力強いね。まあ、逆に俺なんかもう最高の思い出やけど、もしやられたら、うん、あの落合さんに知ってされた。いやいや、もちろんいい思い出よ。そうね、うん、でそっから落合さんは2年ぐらい前かな、岐阜で講演会があった時に、はい、トークゲストで呼んでもらった。ええー、あ、じゃあ意識してくれてたんやかな、わかんないけどね。何しゃべんの落合さんと。え、スピードワゴンと落合さんですか。俺だけ師匠と落合、落合監督がその、まあ、1時間半ぐらい講演バーッと喋るわけ、はい、で残りの30分はトークコーナーって言って、はい、
で、お客さんからいただいた質問を俺が読み上げて監督に、うん、ああなるほど、はいはい、司会アシスタント的な、そう、そう、小沢さんもやってるんだけど、うん、へえ、めちゃくちゃ緊張する。そうだよねやりたいでしょ。やりたいけど、いや大谷さんできるよ。いや絶対できるよ。やりたいし、退治しても大丈夫だと。いや俺はこの、あの小沢さんとコラボさせてもらったんですよ、はい、YouTube で、うん、で松本さんとご飯食べ行くっていう話を聞いただけで俺こうなっちゃったから背筋キュッキュッキュッってなる。そう、自分が行ったらどうなるんだろうって。俺箸も手つけられないなと思って、あ落合さんなんか目の前に現れて、はい、何しろったらもうダメだけどね。角が取れてる感じはあるけど、やっぱ端々にそういうのある。やっぱ落合監督、落合博光が出てるんですか。それで楽屋にさ、ご挨拶行って、あ、じゃあちょっと座りなさいって、あ、入ってて、こう座ってた。で、監督の時はこうですよね、バーって喋ってて、そしたら間のプロモーターの人がちょっと地元の皆さんというか、この会館の人たちにサインいただけますかって言って、サイン色紙を出したのよ、はい。サイン色紙を出した時に、これ怒るんだけど、よく怒るのよこれ。まあ俺らが思ってる裏、まあ本当は表なんだけど、はい、白が裏じゃない。そうですね、本当はそうなんだよね。そう、本当は白が裏で、我々みたいなもんはっていう意味で白に書くのが、表に書くのは失礼ですからっつってね。で、落合監督違うのよ、俺は表に書くっつって、皆さんが思ってる裏に書くわけ。白じゃない方に書く。なるほど。で、わーって書き出したら、その人が、あ、ちょっと監督、それ裏ですよ。うわー、言っちゃったよと思って。あー、ダメだ。あー、言っちゃったよって思ったら、ちょっと、いや、違うんだ、君はあんまり分かってないね。って言って話し出すことしか、いや、違うんですって俺が立ち上がって。実はこれが、本当は表で、こっちが裏なんですよ。こっちに俺みたいなもんはっていうのを皆さんに書くんですけど、落合監督は違う、俺は俺だから、これが俺流ですよね、監督って言って、こう、バーって書いて。ナイス師匠そこで、あの信頼勝ち得た。いい話、素敵なアクシデントをバーって自分のものにして。そうなんだ。それこそジャイアンツとの一戦の時のさ、今中さんが最初先発して 10.8、 そうそう、その後山田さんが投げる、はいはい、東方でね、うん、ピッチャーやってた。その人が今わらび餅屋さんやってる、名古屋ドームの近くで。そう、わらび餅、わらび餅屋さん、山田ピッチャー、あの中日のピッチャーだった人がやってるんですよ。落合監督もサインあるけど、落合監督のサインやっぱ表で貼ってあるから、ここでもザラ抜いてるなって。いや俺もあれ見て、落合さんのサインがあるだけでやっぱまたわらび餅屋でやっぱ背筋が伸びるんですよ。わらび餅屋で背筋伸びちゃダメだよ。わらび餅屋って美味しいやつ、ドローンとして食べたいよねやつ。ダメだダメだ、ここに来たんだと。そうなんすよ。それでさ、俺やっぱり師匠に聞きたかったのは、去年ね、ドラゴンズがね、やっぱ祖父江投手大ブレイクしたんですよ。したね。で、祖父江投手ってもともとちょっとね、敗戦処理っていう負け試合に投げてました。それが去年は勝ち試合のもう全国区になりました、うんうん、年俸も倍増みたいな、はい、そうだね。で、やっぱその本当は勝ち試合にずっと投げたかったみたいなのを結構ね、師匠に相談してたっていう。あ、それはもう全然もう違う、うまくいってくれてるけど俺ではないのよ。え、あら、そうだ、違うんですか。違うんだよ。だってすごい師匠のこと師匠って呼んでましたよ。あの名古屋の番組でミートボールボーイっていう弟子っ子やってる。あ、祖父江投手。そう、あんな武士みたいなかっこいい顔してんのに、ミートボールボーイ、ミートボールのかぶり物をさせてミートボールジョークを言ってもらったの。ハンバーグ一門の弟子。断れよ祖父江さん、断れよ祖父江さん、断れよ。祖父さんすごいやりたがるんだよ。祖父さん何やるんだよそれ。それこれだこれだ、ビートボールビートボール何ビートボールジョークってもうほぼハンバーグで、この時たまたま祖父さんが着てた衣装もチェックで、本当だ、もういいなみたいな話になって、で、それこそ純喜いるじゃない、はい、伊藤純喜ね、はい、もう引退しちゃってるけど、伊藤純喜と、祖父さんが超仲良くて、ああそう言ってました。何人かで飲み行った時に、
俺のとこになんか酔った勢いで弟子にしてくださいって2人とも来たのよ。師匠だから、ね、ハンバーグ師匠に、まあ、いじりつつよ半分ね、はいはいはい、弟子なんて取ってねえよみたいな、そこをなんとか弟子にしてくださいって言って、分かった、じゃあお前がミートボール、じゃあお前がつくねなみたいな話もうね、味付け前は一緒ですからね。そうっていうのでミートボールボーイを就任してんのよ。へえ、そういう関係性なんだ。もう一人野球じゃねえんだな。つくねもいる。つくねもいんのよ。伊藤純喜、伊藤純喜ってイケメンがね、いやイケメン来ますね周りにね。いやで、ソムさんは2軍でコーチやってる竹山キャッチャー、はいはいはい、竹山さんっていうキャッチャーがいて、うん、で竹山さんと名古屋のウェルビーで会ってたのよ。サウナのね、はい、サウナ。僕ね、竹山さんフェイスブックの友達なんですけど、よくウェルビー出てくるんですよ。ウェルビーってありましたよね、俺もなんか行ったことある。あのあれです、あのこういうロウリュウで有名な、はいはい、でもうあれの露天風呂があってさ、はい、俺ウェルビーが大好きなのよ、はい、それとホテルキャンセルしてウェルビー泊まるらしいですよ。ホテル泊まってウェルビー芸人なんですよ。本当俺ウェルビー芸人言ったろ今。で竹山さんがウェルビーで会って、でそこで連絡先交換して、でなんか仲良くなってたの、はい、あ、竹山さんが引退するってなって、送別会やりましょうかってなった時に、うん、その時に、まあ、それこそ純喜投手と祖父さんと大野と藤井さんと、まあ、竹山さん結構なメンツですよ。ドラゴンズ華やかなメンバーで飲んで、で2軒目行きましょうかってなった時にタクシーで移動してて、祖父さん竹山さん俺で乗ってたの、はい、で2軒目行くからもうお酒も入ってるから、祖父さんがさっき大谷さんが言ったみたいに配線処理ばっかで俺はもうしんどいですって言ってたの、うん、あやっぱ言って悩みを、そう、うん、ハンバーグ師匠にぶちまけたんだよ。やっぱいや竹山さんに言ってんのよ。師匠じゃないんだ。俺じゃないよ。師匠じゃないんだ。話じゃない、違うじゃない。そんなさ、あの一芸人にさ、俺配線処理しかやってないよ。いやだから俺が泣いた話では師匠にぶつけてたって話だったんですよ。違うよ、その先は竹山さんだったんですね。師匠の隣の竹山さん。竹山さんや、師匠さん黙って聞いてたんですね。俺はこう黙って聞いてる。口の挟みようがないと思って。よくわからない。そんなことないよとか言って竹山さんが、いやまあそれわかると、ただそこでお前の能力をみんな買ってるし、やっぱ野球選手っていうのは与えられた場所でまずパフォーマンスを発揮する、そっからどう使うかは首脳陣の話だから、まず自分の目の前の仕事を頑張れ。いいこと言うね。すごい。で竹山さんがアドバイスしたの、うん、で2軒目着きましたよ、はい、でタクシー降りて、で祖父さんが名古屋の空に向かって勝ち試合で投げてー。空に向かって、そう空に向かって勝ち試合で投げてー。でそれが言霊となって、うん、登ってくのよ、はい、で途中で龍に変わってキラーンって言って、やかましいわ。バゲドラマス伝説。そう、まあ、でもそのそうなんです、その次の年タイトルホルダーになるんだから、そんな本当になるんですよ。なったのよ、勝ち試合で投げ出したのよ。ただ今名古屋で広まってる噂はハンバーグ師匠と二人きりで飲んで、その悩みを言って投げてって言った瞬間にすぐ間髪でさ、ハンバーグやってるんだよっていうエピソードに変わってますよ、あ、本当、はい、だったらそっちにする。その場にいたんでしょ、ダメよ。二人で歩いてたんだよ、境の町は。境の町をこう歩いてたらさ、便利な記憶力だろお前。どうしてそもそも登ってくるもんだから。芸人も一生与えられた場所だよ。言ってないでしょ、あなたの記憶を操作しないで。立ち合いで投げてって。テレビ塔にギリギリ当たりかけたから、俺がハンバーグって言ったけど。登ってる竜がハンバーグ逃げてくれてやがってんじゃん。ジューって、ちょうどジューだったね。そしたら願いが本当に叶っちゃった。へえ、ありがとう、そんな話知ってて。いやそうだよ、いやそれはもう聞きました、いろいろ祖父江伝説の一つとして。本当そうよ、いや全然関与してなかったってだけなんですね。ただその場にいたって。俺はだんまりで座ってた。でやっぱ俺聞きたいよね、今年のドラゴンズ。はい、そう、チャンネル登録しちょくれー。